前回のあらすじ。前回はマック上に描かれているボスを全部倒そうとしていた霊夢。パート1の頃とは比べ物にならないくらいに霊夢のパルは強くなっていたのだ。今回はとうとうチュートリアルのボスを倒しに行くのだが、今回はとうとうチュートリアルのボスを倒しに行くわよ。あまりにも遅すぎないか。チュートリアルのボスなんだからそんなに強くないだろ。いや、どうやらチュートリアルのボスにしては強いという噂を聞いているわ。確かにそうらしいけど、霊夢の今のレベルっていくつだ。41。このボスの適正レベルは20、2倍以上あるじゃねえか。本当はもう少し早く来ようって思ってたのよ。今までの企画の準備してたりパル倒したりしてたら勝手に上がり上がっていたのよ。まあ私はどんなに弱いパルでもボスでも本気に出して戦ってやるわ。霊夢さんのパルは確かに強くなりました。でも考えてみてください。霊夢さんは強いですか？何言ってるの。確かに今までの霊夢はパルに戦闘を任せて逃げてるだけだったよな。そういう世界だろここは。そういうことなので今回は一切パルを使わないで霊夢ただ一人だけで戦ってもらいます。作戦や準備は好きにしていいです。今回のルールは、ボス戦中は手持ちパルのランザクーランであればどんな手を使っても構いません。じゃ、準備しに行くんだぜ。数時間後なのだ。めっちゃ準備に時間がかかったわ。どんだけ待たせるんだよ。女の子のお化粧時間か。女の子が銃作ってたから、遅くなったのよ。んな女の子嫌だな。メイン武器としてマスケット銃、クロスボウ、ハンドガン。緊急回避用のグラップリングガンを使っていくわ。もちろん、手持ちのパルはいないわよ。すげえや、チュートリアルに装備と手持ちパルを万全にした状態で戦おうって書いてあるのに。このチャンネルは決められたレールなんて進まねえ。俺たちが道を作るんだ。その道ガタガタしてそうだな。さあ、始めるわよ。なんかすごいとこに飛ばされたな。塔の中がこんなに広いなんて、めっちゃ掃除大変そうだ。マジレスやめてください。ボス戦のステージって意外と、平坦なステージなのか。おいへそ出してると風邪ひくぞ。初対面のボスにかける言葉じゃねえだろ。こいつの髪、なんでこんなに崩れないんだ。確かに重力にだいぶ逆らった髪型してるけど、マリサってまともなコメントしないの？さあ、ポケモンみたいにボールを投げ、出てくるパルはどんなやつなんだ？私が相手だ。なんで出てきたの？それよりフランが邪魔で、肝心なパルが見えねえよ。脇がガラ空きだぜ。待て待て待て、なんで登場中に攻撃しちゃうの？それが死の敵でござるから。なんで侍口調なんだよ。この編集昔別のゆっくり実況者のところで見た気が。神々の足元にも及ばないんだから比べるんじゃねえ。神々に失礼だろ。こいつ憧れのゆっくり実況者のことを神々って言ってるの？裏ではゾーイ&エレパンダ戦が始まってるのだ。こいつの3連パンチめちゃくちゃ避けにくいし痛いんだけど。霊夢はぼっちなんだからパルをおとりにして回復しながら戦うということはもうできないぞ。ぼっちって言うな。それよりあっちは2体なんだけど。2対1するなんて卑怯だぞ。今まで2対1していたやつの報いだろ。このマスケット銃クリティカルヒットすれば1000ダメージ出るからこれを使いながら戦いたいわ。ボスの体力めっちゃ多いからなるべく効果力で殴らないとな。ちまちましてると時間切れになるぞ。ボスの攻撃が柱を貫通して現在大技を食らったらやられてしまいます。急いで回復しに行かないと。モーニャ後ろは頼んだわ。モーニャは今いないぞ。そうだったわ。今私ぼっちじゃねえか。マスケット銃だったらリロードに時間がかかるからハンドガンとかも使った方がいいぞ。どうにかリロードの隙を作らないと。ハンドガンでも300ダメージも出てるんだから十分だろ。いやだ、私は効果力をぶっ放したいの。霊夢今なら隠れればリロードができるぞ。そうしたかったんですけど、もうチャージ終わりました。またあの攻撃が来るまで逃げ回らなきゃな。逃げの霊夢と言われていた私にかかればこれから逃げるなんて朝飯前よ。不名誉な二つ名だけど、なんでこいつはこんなに自信満々なんだ。ちなみに撮影してる時間帯は本当に朝飯前だぞ。早起きして撮ってるのか。いや、この企画の準備をしてたら勝手に太陽が昇ってきただけだぞ。そう、太陽が勝手に朝にしたのよ。お前らは太陽に文句言える立場じゃねえよ。く、また攻撃が来るわ。こっちはまだリロードしているでしょうが、敵なんだから霊夢の隙を突くのは当たり前のことだろ。少しカットするのだ。残り時間は半分、相手の体力は6000とちょっと。これなら勝てそうだわ。霊夢、この体力になるまでどうやって戦っていたんだ。ひたすら銃を当てて逃げてリロードの繰り返しをしてたわ。確かにカットしても仕方がない理由だった。32倍速ってなんだよ。とりあえずマスカット銃を7発クリティカルヒットしたら勝てるようになったわ。霊夢さん、マスカットじゃなくてマシカットです。どっちでもないわ。なんだ、マスカット銃もマシカット銃もどっちも弱そう。マスカット銃を撃つ、マシカットの図。なんだそれ、食べ物で遊ぶな。戦闘中に気づいたんだけど、右クリックすると相手に照準を合わせやすくなるのね。そういうのは戦う前に確かめておいてください。霊夢って説明書とか読まないタイプでしょ。霊夢ちゃんは天才だからね。ある程度のものは見れば使い方がわかるのよ。じゃあこれは。そんなの胴体切断マジックに使うやつでしょ。違います。違うの？じゃあ何なのよ。え、待って、本当に何なの？何を切断するの？答えはマリサの中ということで、とうとうあと1発ってとこまで来たぞ。こんな窮地にため技なんて使っちゃっていいのかな。最後にマスケット銃でクリティカルヒット決めて気持ちよく終わっちゃうよ。クリティカルヒットしてませんが、次で決めるのよ。かかってきなさい。これが2対1で私に襲いかかってきたお前らの末路だ。
最後カッコつけてジャンプした後に回転して撃ったよな。カッコつけるぐらいいいだろ。今の部分ショートに上げる気なのか。そんなに言うなら上げてやるわよ。こんな感じで、それっぽい感じに仕上げてんじゃねえ。ってことで、今回の企画達成よ。なんか、久々な企画達成報告だな。企画してなかったからね。企画達成した霊夢にはご褒美としてとある部品を。もういらねえよ。さらに2個差し上げたいと思います。さらにいらねえよ。でも大丈夫か？今日の動画時間。確かに5分は少々短すぎるな。いいんじゃない？ちょうどカップラーメン食べれるぐらいで、私は、カップラーメン食べながら見たいからもう少し長い動画にしたいぜ。君たちの動画の尺ってカップラーメン基準なの？ここまででいいんじゃない？私もう疲れたし、ほら、いつものエンディングで5分ぐらい撮れば？あれ5分は正気の沙汰じゃねえだろ。わかった、霊夢にはついでにもう一つの塔を撃破してもらおう。待って、ボスってこれで終わりじゃないの？裏作業中に見つけた塔があるからそっちに行ってもらうぞ。え？こうして、霊夢たちは動画時間を伸ばすためにもう一つ塔を攻略するのだったのだ。あまり動画の時間を伸ばすためとか言わない方がいいと思うぞ。今回は、雪山の上に立っているパルアイゴ団体の塔に挑んでもらうぞ。前回は、レイン盗賊団の塔だったな。パルアイゴ団体ってことはもしかして、私と同じくぼっちで戦ってくれるのかしら？さすがにぼっちではないだろ。私パル使ってないから、アイゴ団体さんと戦う理由ないんですけど、お前の拠点で働いてるパルはなんだよ。あ、あれは私の拠点に勝手に住み着いただけよ。苦しすぎる言い訳。てか、パル使ってくるじゃねえか。そりゃあ、パルワールドだもんな。取り消せよ、アイゴ団体の言葉。それよりなんでこの画面で止まってるんだよ。アイゴ団体のボスが満面の笑みで万歳してるみたいになってるじゃねえか。私何もしてないわよ。うぷ主か？違います。もしかしてクラッシュした？こんなにいいタイミングでクラッシュしたのかよ。奇跡の一枚だな。やっぱ実況者だから持ってるのよね。実況者なら機材ぐらいちゃんと揃えろよ。戻ってきたぞ。さぞかしクラッシャーにお怒りだろうな。私だったらあんな顔全世界に配信したら一生恨むもんな。ここは実況動画、お前の全てを全世界に配信してやる。暴露系は殺し屋に命狙われるぞ。暴露系にどんな偏見持ってるんだよ。さあ、紆余曲折あり、とうとう戦いが始まりました。今回もパル禁止の縛りでプレイしてもらうぞ。私はみんなと同じように普通に楽しみたいんですが。お前は実況者になる道を選んだんだ。だったらわかるよな。実況者は普通の遊び方なんてしねえんだよ。それはそれぞれ実況者さんのスタイルによって変わるだろ。実況に戻るけど、まずはこのボスの攻撃パターンを見ないとな。さっきの上位戦では、近接攻撃とため攻撃、あと、弾をたくさん飛ばしてくる技があったな。この地面から木が出てくる攻撃避けにくすぎない？確か前回の動画の最後の敵もこの技を使っていて、ボコボコにされてたよな。パルアイゴ団体なんだから私にも優しくしてよ。お前はパルじゃねえだろ。待って、こいつ前回の最後の敵と同じ技使ってくるんだけど。まさかの真剣ゼミ。種爆弾は直接ぶつかるとダメージ、踏むとダメージ、時間が経つと爆発してダメージとかいう厄介な技だな。前回の動画で傾向と対策できてるだろ。自慢じゃないけど、私の成長スピードはそんなに速くないわ。その通り、全く自慢じゃないな。でもこれでほとんど全部の技見たんじゃないかしら。最初に繰り出してきた紫の技の効果って何だったんだ。どうやら当たれば毒状態にするらしいぞ。やばいやばい、あの水球私を追尾してくるんだけど。霊夢さん、その水球は競技のことを指します。別に伝わればいいだろ。完膚なきまでに論破されたから、カップラーメン食べてこよ。おい、実況中にどこ行ってるんだよ。朝飯にカップラーメンは重いだろ。そんなことより霊夢さん、逃げてばかりでダメージ与えられてないじゃないですか。この戦いが始まってから1分ほど経ってるんですけど、何ダメージ与えたんですか？約2000。このペースでダメージを与えても時間切れで負けてしまいますよ。どうやら時間切れまで待たなくてもいいかもしれないぜ。まさか何か秘策があるのか。時間切れになる前にやられそうだからです。もうダメだ。そんなことよりマリサはどうしたんだよ。さっきからずっと私たち二人だけで話してるんだけど。だからマリサは本当にカップラーメンを食べに行ったんだって。衝撃的内容で私はやられてしまいました。 Google 翻訳みたいなセリフだ。ってことで今回の動画はここまでだぞ。マリサはカップラーメンを食べに行くし、このボスは強すぎるし、次回はこのボスの討伐リベンジ、もしくはその準備をお送りするぞ。まだ動画撮ってないし、予想以上にボスが強かったから次回の予定が曖昧だよ。どんな内容になってるか次回も見てくれよな。ご視聴ありがとうございました。